じゃあ、岩野さん。はい。おいっすね。おいっすね。ありがとうございます。まさかここで言ってもらえるとは。あ、岩野さんに来てもらって。はい、よろしくお願いします。はい、ゆうやまチャンネルの、ゆうやまと申します。よろしくお願いします。はい、まあ、ゆうやまって名乗ったんですけど、一応名前は変更して、ゆうさんっていう風になってるんですけども、まあなかなか浸透せず、もうゆうやまのまんまでここは行かせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします、はい、お願いします。で、ゆうやまさんは、はい、今 YouTube で登録者数すごいいますよね、はい、おかげさまで12万3000人ぐらい。あ、そんな、はい、すごいですね、はいはい、始めたのってどのぐらいですか。まだ1年半ぐらいですかね。で、なんで始めたんですか。そもそも前置きちょっと長くなっちゃうんですけど、はい、僕元ヤクザなんですよ。え、結構今大丈夫ですよね、俺今も大丈夫ですね。元なんで、はい、で僕が辞めたのが大体8年ぐらい前なんです、ね、あ、もう結構経ってるんですね、はい、で、刑務所から出てきた時にヤクザ辞めたんですよ、うん、で、その時に、兄に拾われたんですね、はい、僕がもうそのやることがないって言ってた時に、うん、兄が会社をしておりまして、で、建築の会社をやってたんです、はい、で、それで、兄に拾われて防水工事の方に、入るんですね。で、僕ずっと現場ともちょっと出させていただいてて、ちょっと冗談になっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと甘い考えがあったんです、うん、兄はどちらかというとこう成功者の類で、はい、まあ、経営センスもすごい抜群な人間なんですね。僕からしてもリスペクトができるような、なので、そこに入ればちょっと甘い汁が出るんだろうなっていう考えがあって、うん、その会社に飛び込んだんですよ。でも全然甘えさせてくれなくて、最初の給料の手取りが18万ぐらいだったんで、僕子供もいるんですよ、養育費も払わないといけない中で、自分のその家の家賃であったりなんだりっていう18万円ですごい厳しかったんですよね。その時に、一生懸命こうやり出すんですけど、ヤクザのレッテルっていうのはやっぱりちょっと消えない部分があったんです、うん、あれなんかよくほら5年ルールってあるじゃないですか、はい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 、辞めてから、ね、はい、5年間も何もできないみたいな、はい、これ本当なんですか。あれ本当です。口座も作れない。口座も作れない。カードも。カードも。あ、厳しいな。あの携帯電話も借りられないし、アパートも借りれないです。契約もできないです。そうなんだ。だから僕一番最初にその出た時に家がないんで、はい、お袋の家に行ったんですけど、そのまんまじゃやっぱり行けないんで、うん、戸籍を全部変えました。あ、なるほど。戸籍を変えれば OK なんですよ。はあ、これも仕事の仕方なんです。あ、そうなんだ。え、はい、それは合法的。合法です。あ、流して大丈夫？大丈夫。大丈夫。やっぱり5年縛りの中で潰れていく人間やっぱ多いんですよ。戻っちゃいますよね。生活できないですね。悪いことしちゃったりしますよね。はい、結構なやっぱ迫害があって、僕が元ヤクザで、まあ、一応組長っていう立場をしてたんですね。やっぱり知ってる人たちもいるんですよ、そのゼネコンには、うん、支部のゼネコンは天下りの場所が多くて、で、そこからあいつは入れるなと、もう出禁みたいな。そうです、そうです。で、やっぱり別の職人たちからもやっぱそういう風な目でやっぱ見られるんですよ、うんうん、要はヤクザの組長までしよった人間が今はもうあの体見てんって、もうボロボロあれでもうやりよる場合って、これは考え方によってはあいつよう頑張りようねっていう人間もいるんですけど、でも考え方によっては、あそこまでしよった人間が今じゃ見てんって見られ方もやっぱあるんですよ。まあ賛否なんですよね、これは。で、その中で結構なこうやっぱ精神的にきつい部分っていうのがすごいあったんですね。なんで俺だけがこんなことしようとかいなって。で、それで目標にできる人をちょっと探したかったので、そう思った時に誰かいないかなと思って、はいはい、そういったものを結構探したんですけど、6年間ぐらい結局兄の姿を見てきたんですね。で、その時に、まあ、公共工事とかもずっと携わらせていただいて、で、一級資格、国家資格ですよね、そういうものも取らせていただいた時にすごく自信が持てたんですよ。その中で僕が受けてきたその偏見であったり、いろんな迫害であったりで潰れてきた人間が多いだろうなって正直思ったんですね。その潰れてきた人間たちの僕が抱えてきたその目標にできる人が僕になろうかなと思って、なるほど、自分自身で発信していって、何かその刑務所に入ってた人間でも、はいはい、本当に頑張れば国家資格も取れるし、公共工事にしてももともと薬剤師か、で組長をしよった人間が今度は役所と直でこうしませんか、ああしませんかっていうのを直で僕が言えるんですよ。いや、こっちの方がいいですよ、ああの方がいいですよっていうのを最前線で活躍できるっていうのをみんなに伝えたいと思ったんですよ。やり直せるよと。そうです。挫折してる暇なんかないですよ、はいはいはい、僕やれてるんですよ、はいはいはい、で僕ももちろん成功者なんて全然思ってもないです。微塵ももちろんその成功者側には行きたいなと思ってます。その成功者側に行きたいなと思ってる人間がリアルタイムでそれを配信できるっていうのはすごくこれ伝えたいなと思ったんです、皆さんに。
それがきっかけ。きっかけです。ああそうなんだ。今後はじゃあなんかどういう風にしていきたいんですか。そのまあチャンネルに関しては言葉に語弊があったらいけないんでちょっとうまく説明できるかどうか分かんないんですけど、今その僕が出てきた枠っていうのがアウトローチャンネルっていう括りに今なってるんですよ、うん、で深い内容、結構事件であったりとかそういったものをバンバン喋り出したのって僕が一応先駆者なんですよ。あ、じゃあ過去のちょっとも悪いこととかね、はい、皆さんそれをやってなかったので、うん、結局そのどこまで喋っていいかどうかっていうのがやっぱ分かんない人たちが多かったんです、うん、でもそれを僕がちょっと作り上げちゃって、アウトロチャンネルという方々がめちゃめちゃ今多くなってきたんですよ、うん、なので、うん、ちょっとなんていうのかな、僕はすごいヤクザを真面目にやってきたんですよ。めちゃめちゃ真面目にやってきて、そして組織に対してもめちゃくちゃ尽くしてきた。まあその配信の中で嘘だろなんだろかんだろって言ってくる人間が結構いるんですけど、僕はめくれないんですよ。何も事実しか話してないんで、めくれるもんならめくってくださいよっていう風な感じなんで、何ほどもネタ喋ってるネタがあるんで、全部根拠に基づいてめくってくださいよって言われるぐらい僕真剣にそのヤクザやってきた。はいはいはい。だからなんていうんですかね、これからは先駆者って言われたんですけども、そこからちょっとシフトしていって、僕が喋る価値がもうアウトローではもうなくなってきたなって思うんですよ。で、僕がやっぱり一生懸命人生に対して向き合ってる中で、やっぱり僕の周りに、あ、成功者だなって言える人間がいっぱいいたんですね、いつの間にか。そういう人たちのやっぱり経験談であったりとか、そういったものをどんどん深掘りして、はいはい、で、お伺いしていきたいな。で、それを思ったのが、例えばテレビで言うと、偉大な方たちが成功者って言われる類いでいっぱいいるじゃないですか。でもそういう人たちって、偉人すぎて、じゃあこういう言葉が、いい言葉がありますってなっても、それを真似できるかっていうと、なかなかできない。まあまあそうですよね。そうです。であれば、僕が認めてる成功者っていう方々に、お話を伺って、はい、ダイレクトに届けれるような、身近に感じれるような、その配信の仕方っていうのを、これからしていきたいなと思って。もう今後はじゃあそっちにシフトですね。あ、そう。で、さっきね、あの僕ね、井山さんのチャンネル出させていただいたんで、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ。お父さんのね、あのちょっと深掘りさせていただいてるんでぜひちょっと見ていただけると助かります。で、あとじゃあもう一ついいですか。湯山さんは、まあ、YouTube やって、はい、自分の会社もやってるんですね。そうですね、うん、用立ててやってて、あと、はい、なんかボランティアみたいなのもやってる。ああ、そうですね。僕がですね、一番最初にそのボランティアに入り出したのって 3.11 の、東日本大震災なんですよ。あ、結構前の話ですね。これも全然ヤクザしてた時なんですね、うん、で、その時にちょっとくすぶってたんですよ、ボランティアに行きたいなって、うん、それをその僕の親父、組長に相談したんですよ、うん、ちょっとボランティアに行きたいんだけどって言ったら、うん、お前ふざけるなと、何のヤクザがボランティアかってちょっと蹴られたんですよ、話を、すごいそのくすぶってたんですけど、そのあ、ヤクザがやっぱりボランティアしていけないのかというふうに思って、でちょっとしょげてたんですね、うん、でそのお話がその当時の総裁、和田総裁っているんですけども、うん、その方に話が行ったんですね、はい、僕がそのボランティアに行きたいっていうことをが言ったみたいで、その時にヤクザの軸は人助けから始まってると、だから生かしてやれと、で僕が総裁から直接呼ばれて、お前俺があの後押ししてやるからどんどん行ってこいと、あのヤクザの軸はこれ人助けから始まってるというふうに言っていただいて、そこからすごく自信が持ったんですよ。で別にその偽善でも何もなく、はい、ちょっとずつ僕の人助けをしたいなっていうのが始まって、でやっぱり僕自身がそのヤクザをしてる間にやっぱり社会に迷惑かけてるのはいっぱいあるんですよ。まあ迷惑かけてるからボランティアをしてるってわけでもないんですけど、はいはい、とにかくなんかそういう災害があったりとか、そういったものがあった時にちょっといても立ってもいられなくなる。何かしたいっていうかね、何か僕にできないかなっていうのをやっぱ探してしまうので、はいはいはい、それこそ人吉の災害の時、熊本豪雨っていうのがあったんですけど、ちょうど1年前ぐらいに、その時もずっとちょっと入らせていただいたり、最近でいうと熱海の方に入らせていただいたりとか、そういうような活動をやってますね、はい、まあでもこれ一つちょっと伝えておきたいんですけど、ボランティアをするにあたってやっぱり結構ね批判を受けるんですよ。なんで？偽善だろと。これでも、で結構なコメントもあるんですね。やってることがマスコミと一緒だろうと。熱海の災害があった時に僕もいても立ってもいられなくなったんで、もう次の日の朝には僕熱海入りしてたんですよ、はいはいはい、で本来はそこを撮影はしてたんですけど、ちょっと配信するのをやめたんですよ。それはちょっと僕に思うところがいろいろありまして、でいろんなことをこう熱海のことをどうですああですとんで物資をくださいっていうようなのを言ってた時に、お前がやってるのはマスコミと一緒だとっていうふうに言われるんですよ。でもね、これちょっと考えてもらいたいのが、行動を起こす人間が必ず批判を受けるんですよ。で、行動を起こさない人間たちが批判をするんですよ。要は立場が本当は逆なんです。マスコミと同じことを皆さんがやってるっていう、要はお茶の間に、配信してる人たち、
要は、知識人が報道 の, そのスタジオの中で、うん、ああでもないこうでもないっていうのをスタジオでみんな言ってるんですよ、うん、これがマスコミなんです、うん、でもやってる側はみんなめちゃめちゃ最前線でやってるんですよ、うん、でもそれをああでもないこうでもないって言ってるのがマスコミなんです、うん、だからこれをちょっと考えを切り替えてくれるといいなっていうふうに思います、うん、やっぱりどの時代も最前線に立ってる人間たちが叩かれます、うんうん、そういうことですね、はい、考えたらなんか素晴らしいですね。いや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 素晴らしいよ、うん、まあ、そういうのもやりつつ、はい、YouTube もそうですね、はい、ちょっと方向性も YouTube 変えるそうですね、はい、わ、はい、かりました。じゃあ今日は井山さんにお越しいただき、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。